ペーサーの後ろには7番の山本がつけています。3番の石井が2番手、3番手6番の黒コーチ、その後ろには1番高橋が続いています。2番鈴木は5番手の位置、その鈴木がどのあたりから仕掛けるか、後ろに続いているのは4番の三宅、そして最後方5番の中島です。まだ7名縦1列のままバックストレッチ、ペーサー退避して残り600の鐘が鳴りました。7番の山本が先頭です。3番の石井が2番手、後ろの様子を伺っています。2番の鈴木は5番手の位置、まだじっくりと構えています。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周、ここで2番の鈴木が仕掛けてきました。合わせて踏んでいくのは7番の山本、さあその後ろから3番の石井も前に踏もうというところか。2コーナーからバックストレッチ、ここで2番の鈴木が先頭に変わりました。追いかけていくのが3番石井、さあそしてその外には4番の三宅も続いています。2番の鈴木が先頭、さあ2番手抜け出した3番石井、4コーナーから直線、鈴木が先頭、ここはかわしに行った3番の石井、3番の石井かわしてゴールイン。2着2番の鈴木、3着に6番の黒コーチ。